一本型など表入りは、長谷川真の儀曲、一本型など表入りをモチーフとする、歌謡浪曲、歌謡曲である。異なる作詞者、作曲者の手による複数の楽曲が存在する。水戸街道の宿場町、鳥手の茶屋畑後、阿鼻子屋の二階の窓に持たれて、暴ずれた様子の尺夫をつたが酔いを覚ましている。そこへ空腹でふらふらしながら、鳥敵の模兵が通りかかる。 モヘイは破門された相撲の親方のところへ、もう一度で死因しようと駒形村から出てきたのだが、すでに無一文。絡んできたヤクザの八八を頭突きを食らわせて、追っ払ってやったのが、きっかけとなり、モヘイは、おつたに問われるままに、身の上を語る。実家も焼けてしまい、天外孤独な身の上のモヘイは、立派な横綱になって、故郷の母親の墓の前で土俵入りの姿が、 見せたいという夢を諦められず、のまずくわずの旅を続けて何とかまた入門を許してもらおうと江戸へ向かっているというのだ。母親思いの純情一途なモヘイの話に心を打たれたおつたは、故郷越中八尾の母親を思って、おばら節を口ずさむ。そして持っている、金全部得しかんざしまでモヘイに与えて、立派な横綱になるようにと励ます。モヘイは、 この親切を生涯忘れないと誓う。おつたのおかげで食べ物を手に入れることができた、モヘイだが、一足違いで渡り船に乗り遅れてしまう。そこへ後を追ってきたヤハチと仲間が襲ってくるが、モヘイは、川の中へ投げ込んでやっつけてしまう。十年後、土星人となったモヘイは、アビコ屋のおつたのことを訪ねて、伏せの川べりにやってくるが、ヤクザ相手に、 イカマ賭博をやった船尻守堀氏達三郎に、間違われて、幕郎の親方、義重の子分たちに打ちかかられる。実は達三郎は、お伝の夫だった。今では雨売りをして、娘の大きみと細々とだが、まともに暮らしているお伝。そこへ、義重と子分たちが達三郎を探して乗り込んできたので、お伝は何年も行方知れずだった夫達三郎がまだ、生きていて、追われる身だと知る。 夜更けに、達三郎が戻ってきて、親子は、再会を喜び合う。達三郎は少しでも金を持って帰ろうとして、イカ様に手を出したことを悔やむ。そんなところへ、お君の歌う、おばら説に惹かれるようにモヘイが訪ねてくる。そして十年前の恩返しにと金を渡すが、おたはモヘイを覚えていない。追手がこの家を囲んでいることに気づいたモヘイは、おた家族をかばって、 バクトたちを叩きのめす。その姿を見て、おつたは10年前のお腹を空かせた鳥的なことを思い出す。おつた親子は10年前のことを忘れずに恩返し、してくれた模型に感謝しつつおつたの故郷へと旅立っていく。このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味、食能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。 お探しの用語に一番近い記事を選んでください。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に貼り替えてください。ありがとうございます。